ああ、1時間歩いた。ああ、しんどい。こんな、続けられるんかな。ちょっと、歩きてて、腰もちょっと膝も痛いし。ああ、なんかもうちょっと楽な、効率の運動ないかな。そんな運動をしなくても、もっと楽に痩せる方法がありますよ。はい、皆さん、怠けながら運動はできていますか？怠け者の健康美容チャンネルの細川です。いつも高評価コメントありがとうございます。今回は1時間歩くより腰を10回ひねるだけで痩せる方法というのをお伝えしていきたいと思います。まず皆さん、1時間歩けてる方っていますか？もし歩けているならめちゃくちゃすごいです。ただほとんどの方は最初はできたとしても挫折してしまう方が多いかと思います。それはなぜか、単純にしんどいからです。人間は基本的に怠けたい生き物なんです。普段から1時間も歩けてたら本当にすごいですからね。だから歩けている方はそのまま継続してください。その逆で1時間も歩けない方はご自身でできるぐらいの運動から始めていきましょう。でも何から始めていいのかわからないという方がほとんどだと思います。なので今回は運動の初心者の方でもわかりやすく簡単な体操から始めてきたと思いますので、怠け者のあなたでも毎日継続できるかと思いますので、私と一緒に頑張っていきましょう。はい、ではこれから1時間歩くよりも痩せる、お腹を10回ひねるだけで痩せる方法をお伝えしていきます。皆さんそのまま床の上や布団の上で座ってください。これから3種目10回を行っていきます。めちゃくちゃ簡単なので一緒にやっていきましょう。まず1つ目、座ったままこの横腹を伸ばしていきます。なのでこのまま肘をついて、このまま反対の手でぐーっと遠くまで伸ばしていきます。ぐーっと伸ばして、で戻して、反対側も同じようにぐーっと伸ばしていきます。でこの伸ばす時に息をしっかりとふーっと上げながら伸ばしていきます。で、なんでまず横を伸ばすかと言いますと、お腹の前って動かしている方多いかと思うんですが、意外とこの横ってあまり動かせていないんですね。なのでお腹をひねる際に急にひねってしまいますと腰周りを痛めてしまう可能性があるので、まずはこの横っ腹を伸ばしていきます。そして動きやすい状態を作って、より体の代謝を上げていきます。それでは皆さん、ご準備はよろしいですか？それではいきますね。せーの、スタート。はい、ではこのまま肘をつきながら腕を伸ばしていきましょう。ぐーっと伸ばして息をふーっと吐きましょう。はい、で戻して、次2回目、ふーっと手が伸ばしましょう。3回目、伸ばしましょう。息を吐いて。はい、戻して反対側いきましょう。はい、4回目。はい、戻して、次5回目。ふー。はい、次6回目。はい、ふーっといきましょう。伸ばしてるときに、この伸ばしてる側のお尻があまり浮かないようにしておいてくださいね。よいしょ。はい、次7回目。よいしょ。はい、次8回目。あともうちょっと頑張って。はい、9回目。あと2回。はい、ラスト10回。はい、OK です。今ので特に固まっている横腹の筋肉を伸ばすことができました。では2つ目でいきます。次はこのあぐらをかいたまま座っていただいて、体をひねっていきます。できれば両手をつくぐらいまでひねりましょう。これもゆっくりで大丈夫です。あまり早くひねってしまいますと
中にはめまいを起こしてしまう方もいらっしゃいますので、必ずゆっくりとひねっていきましょう。これも10回いきますね。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、じゃあ左右ひねっていきます。どちらからでも結構ですよ。いきますね。はい、1 2 2。ちなみにこの時も息をふーっと吐きながらひねっていきましょう。はい、3、はい、4、はい、5、6、7、8、9、はい、最後、はい、10、はい、OK です。では最後の3つ目でいきましょう。最後は体育座りになります。皆さん、このように膝を立てて座れましたか？ではこのままカードをひねっていきます。先ほどと同じように体をひねっていくんですが、この状態のままで体を左、右、左という風にひねっていきます。この時1回ずつ手をついて、また反対側も同じようについて、で1回ずつ行っていただいて結構ですので、ゆっくりとやってくださいね。そして腰がしんどい方はもう少し膝を伸ばしていただいて結構です。膝の高さを低くするともう少し腰がひねりやすいかと思います。では最後10回頑張って終わりましょう。それではいきますね。せーの、スタート。はい、いきますよ。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK。 はい、皆さんお疲れ様でした。めちゃくちゃ簡単やったでしょ。これを毎日継続していけば、あなたのお腹はみるみる細くなっていきます。なので私と一緒に美しくなっていきましょう。この動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。またこの怠け者の健康美容チャンネルでは、他にもダイエットできる運動などを数々取り揃えておりますので、ぜひこの下の概要欄に貼ってある動画などを参考にしてみてください。またこの YouTube のコメント欄のところにコメントしていただけると、私のモチベーションが上がってめちゃくちゃ励みになりますので、ぜひコメント書いてみてくださいね。